はい、今回は MF ゴースト並びイニシャル D のお話をしていこうかなと思います。 MF ゴーストの方ね、第3話の方かまぼこストレートがアニメ放送されましたけれども、この回においては、片桐彼方のデビュー戦であって予選の後半が描かれて、その後のねホルモン屋でワイワイしたりとか、そういうねドラマ的な部分もたくさんあると思うんですけれども、おそらく一番の注目ポイントがビンタだと思うんですよね。サイオン次元が片桐彼方をビンタしたんですけれども、実はこのシーンっていうのは前作でもあるねイニシャル D においてビンタって結構重要なことが多いんですよね。この重野修一先生の作品においては特にイニシャル D なんですけれども、このビンタっていうのが結構印象的だと思うので、まさに恒例行事となってるんで、今回はこちら片桐彼方に向けられたビンタの理由だったりとか、もしくは過去のイニシャル D のねビンタについてね掘り下げていこうかなと思います。まさにビンタ動画ということで、ちょっと意味がわからないかもしれませんけども、ぜひ皆さんのご意見だったりとか、イニシャル D の特徴だったりとか、重野先生こういうの好きだよねっていうのがあればね、コメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。まずイニシャル D の方からですね、まず一人目のビンタを紹介していこうと思います。一人目は秋山和美のビンタです。こちら MF ゴーストの方でもすでにクレジットが出ているんですけれども、秋山渡登場します。秋山渡はね、アニメの方でいうところのセカンドステージの方から登場してくる86のレビン乗りとして登場してきます。ターボの86に乗っていて、後にねスーパーチャージャーになったりとかするんですけれども、藤原匠がエンジンブローした後にエンジンを乗せ替えてタコメーターをつけるきっかけを与えてくれた人物であって、その後匠とは MF ゴーストにおいてもずっとつながりがある人物として描かれております。アニメでもねしっかり登場してくるんで、またすごいワクワクするんですけれども、その妹である秋山和美ですね。和美ちゃんといえばやっぱ樹がいると思うんですけれども、樹が恋をして最終的にこう振られてしまうというね、割と長いスパンで描かれるエピソードなんですけれども、このビンタが向けられた相手っていうのが秋山和美から秋山渡兄さんへのビンタなんですよね。この理由っていうのは、86に対しての熱が強すぎる秋山渡もめんどくさい兄弟なんですけれども、つまり藤原匠の86に乗っているのがグループ A のエンジンであること、見た目でねお金を積んだところで手に入るものじゃない代物ということに気づいて、それでも藤原匠は何も知らないということに怒りをあらわにしていた場面です。これについても暴走している秋山渡に対して、和美ちゃんが樹と匠がね困っていることに対してビンタでね目を覚まさせるということとなっております。このビンタもかなり印象的だったんですけれども、和美ちゃんね MF 合成どうなってるのかなとかちょっと気になったりはしますよね。おそらく平穏に生活してると思うんですけれども、そこも気になるところです。では続いてのビンタを紹介していこうかなと思います。続いてのビンタは上原美香です。こちら藤原匠の奥さんでもほぼ確定だと思うんですけれども、登場してきたのはフィフスステージからとなっております。プロジェクト D の偽物事件ありましたよね。高橋圭介と藤原匠の偽物が登場して、そいつらが悪いことをしていたというエピソードです。この時に藤原匠の偽物いましたけれども、名前は分かりませんが、その人物がトモコというね女の子に手を出したことによって、そのトモコの友人である上原美香が怒って、わざわざ埼玉からね渋川のガソリンスタンドまで来て、匠の名前を聞いた時点でビンタを一発かましております。これも恒例行事となっているんですが、ある意味片桐彼方っていうのが藤原匠の弟子ということで、このビンタをもらった人物は結ばれるんじゃないかというジンクスがあるんですが、これだけイニシャル D においては恋愛的なものが成就しないというねエピソードが多い中で、ビンタっていうのはきっかけの一つになるんじゃないかなと思います。ある意味偽物がいたおかげで、この藤原匠っていうのは幸せになったと思うし、プロを目指す上でもプロゴルファーのね美香ちゃんと一緒にいたことによってかなりプラスになった部分も多かったかなと思います。そういう意味でも今回 MF ゴーストのアニメ第3話の方で描かれた片桐彼方がビンタしたっていうのは重なってくるんじゃないかなと思います。ではね最後ですね、こちらね別に先に紹介してもよかったんですけども、個人的にすごい好きなのが須藤恭一のビンタです。こちらねアニメの方でいうところのセカンドステージなんですけれども、いろは坂をホームコースとするエンペラーが群馬県に進んできた話となっております。この時アキナの86と須藤恭一の2番手的な存在の岩城誠二がダウンヒルバトルをするんですけれども、その時点で須藤恭一っていうのは藤原匠がただ者ではないことを気づいていたんですよね。そのことを踏まえた上でプランをねちゃんと練った上で、後ろからつけた上でちゃんと把握してから冷静に行けよということを言っていたんですけども、結果的にエボ4に乗っていた岩城誠二がパワーがありすぎて、もうどんどん後ろをつく形になって、途中でね我慢できず抜き切ってしまうんですよね。その結果最終的に溝落としだったりとか、アキナ特有の86の攻め方をした結果負けてしまって、最終的に須藤恭一にビンタされてしまいます。でこれは負けたことに対してのビンタではなくて、そもそもこの須藤恭一の指示を守らなかったことへのビンタです。名言ありますよね、いろは坂の猿じゃねえんだからちっと頭使えよみたいなこと言ってましたけれども、これはねもう後世に引き継がれる名言かなと思います。
でもちろん須藤恭一、過去の動画でも触れてるんですけれども MF ゴーストにも登場してくるので、こう考えるとね、しっかり MF ゴーストの系譜っていうところが全ての人物につながっていると思います。以上がねイニシャル D に登場してくるビンタなんですけれども、須藤恭一、秋山和美、上原美香のこのビンタっていうのは実は共通点として少なからず MF ゴーストにつながっているということがわかります。そして今回登場した西園寺蓮のビンタなんですけども、これはどういう意味があったのかっていうお話なんですが、おそらく初見で見られた方としては何やってるんだあの女と思われがちだと思うんですが、片桐カナダ、このカナダリビントンが MFG に参戦するレーサーであることを知らずに内緒にされていたことの怒りから平手打ちをしてしまうんですよね。もちろん西園寺家の家族にも知らされていなかったことから、もういろんな感情が渦巻いた結果手が出てしまったということとなっております。西園寺蓮とはもともとかなり気が強い部分もあったりとか、後にね尾形にもねボディーブローを食らわしたりとか、なかなかねこう勝ち気な女の子なんですけれども、そうでいて恋愛的な部分は結構デレデレしているところもあるので、まさにツンデレの対象かなと思います。こんな感じでね、ある意味こう藤原匠の教え子である片桐カナダっていうのは上原美香だったりとか、いろんなところでつながってきていて、実はこのビンタっていうのはある意味重野修一先生から言うところの結構重要なというか、結構思い入れのあるキャラクターたちに描かれているんじゃないかなというのが予想できますよね。はい、今回こちら MF ゴースト並びイニシャル D におけるビンタの共通点だったりとか、その情報をまとめていきました。なかなかね最近ねビンタっていうの見ないと思うんですけれども、ある意味ビンタってもう一度ちょっと調べてみると、平手で打つこと、平手打ちなんですけれども、手のひらで相手の体を打つ行為かつ格闘技の一種なんですよね。浮気とか不倫を知って激怒した女性が男性に対して行うイメージが強いとなっていて、その一方でねこう相手の非があろうともビンタは最低だとか、いじめを肯定するのと変わらないんだろうね、批判的な意見も少なくないんですよね。下手すると暴行罪とか傷害罪で訴えられることもあるので、これなかなか思い切ったことをみんなしてるなという感じなんですよね。時代的なものはイニシャル D はあるかもしれませんけれども、 MF ゴーストではあれってすごいことだったということがよくわかります。ぜひ皆さんのこちらビンタに関する点だったりとか、重野先生の描き方だったりとか、その他ものもらえればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。